上の I. R. マーケットブレイクスルー、キャスターの山田幸美です。コメンテーターの井上哲夫です。今回ご紹介する企業は、株式会社 F コードです。スタジオには、代表取締役社長、工藤勉さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。 F コードさんですねマーケティングに関する DX これを推進させるということですねどのようなクラウドサービスを提供されているのかこの部分じっくりお聞きしますのでよろしくお願いしますこの後は F コードの歩み主な事業内容についてお伺いしますこの番組は SBI 証券の提供でお送りします 改めましてセメノ IR マーケットブレイクスルー今回お話をお伺いするのは株式会社 F コード代表取締役社長工藤勤さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますまずは F コードの歩みを簡単にご紹介いたします2006年ウェブコンサルティング事業を提供する会社として株式会社 F コードを創業2013年 エントリーフォーム最適化ツールエフトラ EFO をリリースし s a ス s 事業を開始します2018年次世代型ウェブ接客ツールコードマーケティングクラウドをリリース2021年東証マザーズ市場へ上場2022年株式会社コミックスの s a ス s 事業を譲り受け同年東証の市場区分再編に伴いグロース市場へ上場そして ブルースクレイジャパン株式会社のサース事業を譲り受けました。えでは早速、御社の事業内容についてご紹介いただけますでしょうか。えっとこちらの資料にありますのが我々のえっ、ー、とシルサービスであるえっ、ー、とコードマーケティングクラウド。あのどういったものをえっと意図して作ったものなのかということをえっと指しております。あの一言で言うとコードマーケティングクラウド。あの生活者の皆様のあのインターネット上でのお買い物体験を いいいかかかかににに快適すするか豊かにする豊という形でで作られたプロダクトでございますあのこちら側に左側に一般的なサイトと記載ありますけれども我々のえーと今の捉え方としては今のインターネット上のホームページサイト EC サイトっていうのは基本的に店員さんがいないお店みたいなものになっているというような認識でございます魅力的な商品は並んでいるしちゃんとお店はあるとただえと店員さんがいないので 自分で能動的に情報収集して自分の欲しいものを自分で見つけてこれるお客様にとってはとても快適なんですけれども、えー、とお困り事があるとか探し物があるとかそういったユーザーさんにとっては誰にも相談できず迷子になっちゃう、まあ、そんな、えー、と EC サイトが多いんじゃないかというところが問題点の出発点になっています。でございますのでまあ c o d e m a r k e t i ウ g c w e b 接客という言葉で表現されることも多いんですけれども基本的には店員さんのいなかった 世界中の EC サイトやホームページにちゃんと親切な店員さんを置こうというところがこのコードマーケティングフラウドの役割になっています店員さんを置くことによってサイト側から能動的にお客様にお声かけができるイメージそれは例えばですけれどもお探し物があるお客様には自動的にそのユーザーさんが何を探されているのかをシステムが検知しておすすめその人のニーズに合った商品をご案内する。 え商品ではないんだけれども何らか例えば配送であったりですとか手数料であったりですとかそもそものシステムの使い方であったりお困り事があるようなお客様にはそのシステムというのを店員さんがお困り事を解決するようなコンテンツにえとお導きしていくということによってえーとユーザーさんにとってあのとても快適で便利な買い物体験になり結果的にこのシステムを使ってくださっている企業様の業績拡大にも貢献していくとそんなえとイメージになっております。 で具体的な仕組みとしてはですね、えー、とその今まさにこの瞬間リアルタイムである EC サイトに訪れているお客様がどんなところからどんなものに興味を持って訪れたのか過去どんな商品を買ってらっしゃったのかさまざま会員情報登録等々されているお客様であればどのようなこう何て言うんでしょうか地域であったり家族構成だったりさまざまな属性データをお持ちなのか今この瞬間どんなことがお困りになっているのか。 そういったものっていうのをえっとリアルタイムでその瞬間システム側でえっとデータを統合してそのお客様のお困りごとやお探し物やった情報っていうのをこれまたリアルタイムでウェブサイト上にコンテンツをえっと表示していくとそういうような仕組みになっております。こうした形であのデータを活用してえっと顧客体験の改善であったり創造していくことによってお客様も便利に顧客企業様にとっても。 収益拡大のチャンスをもたらすととも、えー、に当然これずっとお使いになってくださる企業様が非常に多いんですけれどもや,っぱりやればやるほどどんなお客様にどんなお声がけをしたらお客様が喜んでくださったのか、えー、実際に購買につながったのかさまざまなデータが我々のサーバー上に蓄積されていってそれは昨今まあいわゆる流行りのデジタルトランスフォーメーションを意図するような企業様にとっては大変貴重なデータになっておりますので。 そのデータを利活用してさらなるなえきなおもてなしを実現していくとこういったビジネスモデルになっていることによって基本的には継続型の月額でもいくらというような課金が積み重なっていくとそういうようなビジネスモデルになっている次第でございますでこちらの高度マーケティングクラウド現在ご利用いただいている企業としては大きく3つのグループに分かれます1つ目一番多いのが e コマースであったり えー、いわゆる多くの品種があっていわゆる少額のお取引を継続的にご提供されるような皆様ですねやっぱお買い物であったり旅行であったり金融サービスであったり、まあ、継続的にこう繰り返し繰り返しご利用されるようなお客様、えー、そういったお客様やっぱりその前回までの購買データを生かして今回どのようなおもてなしをするか前回それこそ熱海に旅行行ってこういう宿に泊まったから今回はどうしようかというような形でデータをこう継続的に利活用していくニーズがとても高いのでこういった会社様に一番多く使われております。 二つ目は不動産業であったり、まあ自動車産業様であったり、それとこう継続的に数多くのトランザクションがあるというよりは、まあ一回一回の非常に経済価値の高いようなお取引をご提供されているような会社様ですねがえっと二番目になっています。えっ、ー、とこういった会社様がご利用される場合には、先ほどのその全開購買のデータをっていう生かし方はあまりなくて、というのもまあ家ってまあ人は何年に一回かで買い替えていくものでもないので、それよりは。 例えば資料請求であったりモデルルーム等々にお越しいただいてから実際のご購入に至るまでのプロセスが非常に長いとこのプロセスの中でお客様がどのような思考性を持ちお悩みを持ちどのように商品を選んでいくとそこに伴走する寄り添っていくために我々のシステムをご利用いただくというようなケースが多くございます3つ目口述もいたしますけれども昨今急激に伸びてきたのがこの B2B いわゆる法人向けのサービスを営まれるような 企業様が大変増えてきてきおります今まではこういったインターネットサービス主には B2C 生活者様向けの商売をなされている方々が多く使われているイメージでしたが、まあ、最近ですと B2B の取引法人取引によりでも非常にインターネットの利活用の比率が増えてきているという背景で昨今法人向けのサービスをご提供する企業様のシェアというのが急激に伸びてきているとそんな傾向値になってきております。 とといいうところでで、ございますので次のページにございますとおりさ、ね、まざ、あ、まな業界の今まで累計1000社以上の大手企業様を中心にご利用いただいてきておりましてこれまたまた講述できればと思いますが今現在も顧客数は伸び続けているさなかでもございますので今後もこういった企業様のシステムを通して生活者の皆様の生活を豊かにできるようにです、ね、尽力していければというふうに考えている次第でございます。 ここでね、圧倒されるのは業態、業種が非常に広いってことだと思うんですよね。で、業種が広いってことは、その業種、その業種のニーズっていうものは違うと思うんですよ。そうですね。そういったものに対応できるサービスだってことですよね。そうですね。何気なく訪れてるホームページ、その裏で御社のシステムがちゃんと働いてるってことですね。 事業の強みについてはまた後ほど詳しくお伺いします。はい、続いてはこちらのトピックです。ここからはパフォーマンスオーバービュー F コードの業績についてお伺いします。えではこれまでの業績についてご説明ください、えー。こちらがえっと2017年からのえっ、ー、と我々のえっと業績の推移になっております。 あの先ほど申し上げたとおり基本的にはお客様の、えー、と顧客企業のウェブサイトに入ったらそこにあのお客様のデータも蓄積されていきますので基本的にはもう毎月毎月月額課金の売り上げが積み重なっていくというようなモデルになっているので基本的に売上高というのはこう座布団が積み上がるように積み上がっていくというような形で言うと毎年右肩上がりで収益というのは伸びているというような状態になっております。 これ2018年度、一時的に営業利益が営業赤字になっていますがこれはのシステム投資とか何か設備投資があったということですか、はいはい、そうですねここがまさに我々の今、えー、主力商品、うん、高度マーケティングクラウドを、えー、今後大きく加盟するにあたる、えー、一,一番最後の大きなシステム開発投資、はい、というところに、えー、いたしましたのであのここはあのもう意図して、ねね、のこの年にやりきろうという形でございました。はいはい 続きまして今年度2022年12月期第2四半期の実績そして今年度の通期業績予想を合わせてお聞かせくださいえとこちらご覧いただいたとおり売上高は5億弱売上総利益としては3億強営業利益としては1.3億強という形で売上に関しては前年同期比で50%以上のその他の数字に関しては50%弱程度の成長。 させていただいているというのがえっ、ー、とこれまでの業績様子になっております。ええ、御社本決算十二月期ですね。すねこれは今年の六月までの業績ということですけれども、はい、今さらっと言われましたけれども、売上高四九七四九千七百万、営業利益一億三千三百万。はい、これ倍すると千ですよね。倍すると二百六十六ですよね。ということは 営業利益率って25を超えてるってことこですか、ね、そうですね、第二四半期の時点ではい、あのます、ね、先ほどあの2018年の営業損失、営業赤字の部分についてはシステム負担があったと、はい、今、焼却とかそういった部分というのはどうなんでしょう。あ,もうあの、えー、と開発した2018年、19年ぐらいの段階で、すべ、はい、てあのシステム開発費が落ちてますので、なるほどね、特段、今、焼却費が大きくかかっているという状況はありません。 じゃあ今の,その提供されているプラットフォームに関する消却がなくこういう利益率が出せる状況になってきてなおかつ売上高が先ほど座布団と言われましたけれどもえいわゆるストックビジネスでサブスクで毎月お客さんが増えれば増えるほど確実に安定的に増えていくとその25%が営業利益となっているという状況まで来たぞということですね。そうですねはい え加えてこちらがえと今期のえと通期業績予想に対するえと2クォーターまでのえと我々の進捗率になっておりますあの前提としてですねあの本年度初頭に発表させていただいたえと今期のえ通期業績予想に対して我々えと1クォーター終了時点でですねえと情報修正のえと解除をさせていただいておりますなのでこれはえと情報修正後の業績予想に対する進捗率とご理解いただけたらと思います でいきますとえっと売上高の進捗率はえっと二クォーター終了時点で50%を超えていて Ebitda 以下のところに関してはえっと68%、73%等等という進捗率がございますので今のところえっと順調に進捗させていただいているかなというふうに考えております。こちらの第一四半期第一クォーターの段階で通期の情報修正を行ったと、それ売上高の見込みが 十パーセントを通期のところで、上回ったぞっていうことなんですね。そうですね。はい。でございますので、一クォーターの、えっと、決算の、えっと、開示と、えっと。何でしょうか、あの、近いタイミングで、はい、えっと、情報修正も発表させていただいたと、いうところになってます。まあ、こういった、あの、まあ、今のところおかげさまで順調に、推移しているですね。あの、行政について、えとは言っても、基本的には、我々われ、先ほどの通り、と、こう、継続的に。 えーとまあ課金させていただいたお客様の数とその単価、はい、えーとここで構成されておりますこちらが基本的には月次の平均的な顧客数現在だい大体、えー、と300社を超えるお客様と継続的なお取引をさせていただいてるんですけれども、えー、ご覧のとおり基本的には右肩上がりの、えー、と傾向値で、えーとまあ、ずっと推移しておりまして次のページにありますのが、えー、と顧客の単価でございます こちらも基本的には我々のソリューションを使っていただいているお客様のホーームページが成長すすすればするほどやはり単価も伸びていきますでございますのでお客様の事業成長また DX ブームでよってインターネット広告であったりインターネットマーケティングに投資をするようなお客様も増えてきたという背景があって我々の顧客単価も大きなトレンドとしては順調に伸びてきていると。 あの直近は一つ A と M&A の影響もあって短期的にはあの少しこの2クォーターだけ単価が下がっていたりするんですけれども中長期のトレンドとしてはえとずっと上昇傾向にあるというような形でございますのでまあ今後お客様の数もそうですしお取引単価もそうですししっかり伸ばすことによって引き続き座布団積み上げていけたらというふうに考えている次第でございます,す、ね、続いてはこちらのトピックです。 ここからはフォーカス F コードの強みに焦点を当てます。では、御社事業の強みお聞かせください。えー、こちらえっ、ー、と我々 F コードの強み一点目として言うと、KU NA CX データとあります。あの CX はカスタマーエクスペリエンスの略でございまして、えー、日本語にすると顧客体験。まあ簡単に言えば先ほどの話におりますが、えっ、ー、と皆様がお買い物するときに快適かどうかと、えー、素敵な買い物体験になっているかどうかと。 いいいう観点だだというとご理解いただけたけらと思います、まあ、皆様の体験を快適にするために我々2013年からですねその領域のサービスを提供し出しておりますこちらに EFO とありますがこれはもっと簡単に言うとですね皆さんお買い物する時に入力フォームに入力することって結構多いと思うんですよ、はい、住所とか名前とかクレジットカードとか配送先とか。うん で、そこで打ち間違えてエラーになって、すごい不快な体験するっていう経験も。はい、多分皆さんされたんじゃないですか。そこでやめちゃう。逆に。<laughs> そうですよ。みんなそこでやめちゃうんですよね。特にスマホ時代になって、なおさらだと思います。なんで手動で住所を打たなきゃならんのだという。ような、えっ、ー、と、ご負担もあるかと思います。ああいったものを自動的にやることによって。皆様の、えっ、ー、と。まあ、お買い物体験を快適にするというところから、実は我々のビジネスは始まっております、えー。裏を返せば。あのエントリーフォームのところで、皆様がどんな。 なでお困りごとがあり、えー、とどういった行動を捉えているのかというデータは我々、えー、と約10年前からそういったデータを取得し始めているとそこに加えて、まあ、現在においてはデジタル広告と皆様がどう触れ合っているのかとかウェブサイト上でどんな行動データをしているのかとか接客を受けてどのような行動やご感想もお持ちなのかあとは VOC データのように皆様が、まあ、最後例えばお,あのお問い合わせセンターであったりチャットであったりどのようなお悩みを寄せられて いるのかとかそういったデータを多種多様に完備するをえで加えてお客様の数としても累計1000社ここにアカウントとありますけれども、まあ、1社様でいろんなサイトをお持ちの会社様もありますのでサイト数でいうと3000を超えるこういったデータを蓄積しているというのは、まあ、なかなかさまざまなインターネット業界のプレイヤーの中でも非常にレアかつ重厚なデータを保有するに至っているというのが一つの我々の強みになっているかと思います。 え加えてですねえとこのデータを生かすことによってえと次のページにありますとおりえーいわゆる顧客今度はクライアント様の顧客企業の目線からするとマーケティング戦略を立案してまあ広告を行ってウェブサイトをよくしてって一回お買い上げいただいたお客様に CRM してってとさまざまな活動の中でコンサルティング会社様や広告会社様やまあ個別のシステム会社様やさまざまな会社様と会社様と お付き合いしながらこういった活動を進めていくというところになるんですけれどもこれらに関連するデータを一番一気通貫でかつただ例えば広告を見た人が何人いますアンケートを取ったらこうでしただけではなく実際にご購入されている本当のお客様に近い CX データを起点にマーケティング全体をワンストップでご支援できるというところが我々の強み。 ユニークなポジショニングにつながっているというふうに考えている次第でございます、はい、この後は CM を挟んで今後の展望を含めさらに詳しくお伺いします <music> ここからはネクストアクションズ F コードの成長戦略を中心にお伺いしますでは現状の経営課題と合わせまして今後の事業展望をお聞かせください あのグロース市場にあの上場させていただいたばかりの会社がございますのでまあ経営課題としてはまあいかに早くえとまあ社会に大きなインパクトをもたらせるような会社に成長するかというところが一番の課題かと思っておりますえなのでもうそこはニアリーイコールえーと成長戦略としてえとお話ししていければと思うんですけれども一つえーと注力しているのはこちらの B2B デジタル支援という部分でございますまず 大きなマーケットとして、えっとそもそも法人間取引のえっとインターネットか ec 化というのは年々日本でも大きくなっております。と、さらにそこに加えて、まあ、ここ数年、コロナの影響等々含めてですね。例えば、今まで多くの法人、えー、向けの企業様が営業で、えー、やってらっしゃったような。展示会でいっぱい名刺をかき集めて、それを訪問営業である。意味取引までこう刈り取っていくという。プロセスがまあ、丸ごと大きな制約を受けたと。 いいうう背景があろうかと思います、うん、そうなってくるとそもそもまず見込み客というものをどうインターネットで集めてくるか見込み客の皆様が来てくださった後もそれをクロージングするまでのプロセスをどれだけデジタルで完結していくのかというところがいわゆる B2B 企業様のセールスマーケティング領域においても本当に急務というかそれがないともう本当にお仕事が取れないという状況まで一気に来たこの数年だったなというふうに感じております。 まあそうした B2B 企業様の DX ニーズがですね一気に加速したことによって右側にありますとおり我々の中におけるいわゆる B2B 企業様からいただく案件の比率というのもまあこの23年で急激に伸びてきたというところになっております、えー、成長戦略の中でもう一つ我々として注力しているのがこちらにある M&A の戦略になっております具体的には3つの対象領域と書いておりまして 一つはまさに我々と同業にあたるようなマーケティング関連の s a ズ s 企業様また周辺領域としていわゆるデジタルマーケティングインターネットを使ってお客様を獲得していこうというような何でしょうか能力ビジネスをお持ちのお客様であったりですとか3番目にあるような当然お客様を獲得して終わりではないのでその後いかに継続的に付き合うっていくかというような CRM であったりビジネスによっては先ほどの B2B はまさにそうですけれども。 インターネット上のコンンバージジョンだけではビジネスは完結しないとその後やっぱりちゃんとセールス領域というものがあってそこにちゃんとテックを持ち込んで効率化を果たしていくというような CRM であったりセールステック領域に位置づけられるような会社様こういった会社様と良いご縁が結んでいければいいなというふうに考えている次第でございますその中でですね次のページございますけれども1件目といたしまして株式会社コミックス様が運営されている サーズ事業の譲り受けをいたしまして3月から我々による事業運営が開始しておりますえとまあ左側にイメージを載せておりますけれども非常にあのユーザーのデータ解析機能について多くの実績を持ちて長年この領域でビジネスをなされているような会社様の事業を迎えてきたことというのは大変嬉しく思っておりますえでまた2つ目はですねあのちょうど直近の発表になるんですけれども 株式会社ブルースクレイジャパン様が運営されるこれまたえっとサーズ事業の譲り受けを8月の17日にえっと発表させていただきました、えー、これまたですね先ほどあったまあ本当にインターネットのお買い物におけるえ課題不能8割ぐらいがこのエントリーフォームになるんじゃないかと思ってるんですけどそこにおける入力支援の機能であったりあの昨今皆様多分 LINE であったりを使われるようになってからそうなったと思うんですけどチャット形式の方が すごく入力しやすくて楽っていう方増えてきていてそのチャット形式でユーザーの入力を完結させられるような機能だったりですとかを多くお持ちのこれらも長年この分野でですねご運営されているような会社様の s a ー s 事業を譲り受けさせていただくことになりましたエントリーフォームに関しては御社ず、はいぶん早い時期からそこの部分の事業ってされてた、はい、わけですよねそそうでですねそしてさらにここの部分で あこの会社はというふうに思われたわけですか。そうですね。はい。逆に言えばもう我々自身がずっとやってきた領域でもあるので、うん、えっとまああの今回ご一緒させていただくことになった事業プロダクトがいかに優れているものかというところの長年、うん、目利きができていらっしゃるのでっていうことですね。そうですね。はい。はい、なので大変あの素晴らしいテクノロジーをが、えー、仲間になってくれたなというふうに考えております。はい、まあこうしたいと M&A の実証通じてですね。まあ、我々としてはえっ、ー、と一つはプロダクト君の強化。 もう1つはクロスセリングによる収益の拡大というところっとしっかり実現していければなというふうに考えております左側の図にありますとおり真ん中にはまさにお客様のデータを蓄積していってそのお客様一人一人に合ったおもてなしを実現するという我々の高度マーケティングクラウドが位置づけられとはいえ先ほどのとおりエントリーフォームではどうだもしかしたらこの先メールではどうだ広告ではどうだ LINE ではどうだ皆様のインターネット体験を豊かにするために必要な機能というのはたくさんあると。 いうふうふに認識しておりますその中で我々自身が、えー、と自分たちでプロダクトを作っていく部分もあれば、えー、ともうすでに、えー、世の中にある優れたプロダクトの皆様に仲間になっていただくことによって、えー、とそういった周辺機能を埋めていくと、えー、いうことによってなるべく早く、えー、と生活者の皆様のインターネット体験をですね一番豊かにできるようなプロダクトにまずしていくというのが、えー、と一つ目かなというふうに考えております。 2つ目としては当然えと譲り受けさせていただいている各事業にのプロダクトをお使いになっているえとお客様ございますのでえと今まで F コードとしてお付き合いさせていただいたお客様に新たなプロダクトはたまた今回買収させていただいた事業のお客様にえと我々 F コードのプロダクトというところでのえとクロスセリングが進むことでえ既存顧客の皆様へのえと価値提供も増えまあ結果的に我々の収益向上にもえ寄与すればいいなと。 いうふうに考えて今後こういったえとシナジー効果を出すべく頑張っていければというふうに考えておりますはい。ここからは番組に届いた質問にこの場で企業にお答えいただく教えて一問一答です国内で多数の DX 会社が存在すると思いますが御社の他社と比較しての違いがあれば教えてくださいということです DX 一言で言っても本当に多義語な言葉なのでいいろんな領域があるかと思いますでその中で現在主に進んでいるのは例えばこうですかね請求書を紙でやんなくても済むとかリモートワークで働けるとかいわゆる企業の皆様の社内のお話社内の業務効率が上がっていくというような分野の DX の会社様が非常に多くいらっしゃるのかなというふうに考えております。 でもちろんそれも素晴らしいことなんですけどまあ我々が思っている DX というのはやはり最終的には企業の先にある生活者の皆様、消費者の皆様の生活が豊かになってこそのデジタル技術 DX だというふうにえっと考えております。なので我々がえっと注力しているポイントというのは企業の中の効率化ではなく、企業と生活者の皆様のこの接点ですね。ここにフォーカスしているのだというところが一番の我々の。 特徴になるのかなというふうに考えております。はい。今回は貴重なお話をありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。野辺さん、はい、あの F コードがマーケティングに提供している DX、うん、非常に興味深かったですね。あの最後の部分でね、<え> DX いろいろあるって言われてましたね。はい、業務の効率化に寄与する DX もあるけども、そうじゃない DX ってね、結構コマーシャルとか見ててもわかりづらいと思うので。 それでインターネットの e コマースとか、はい、あそこの部分の,その一気通貫で支えている DX なんだけども顧客体験ってことがあったでしょそれ CX っていうことなんだだ C X のね CX の DX なわけそれを進められてるわけなんだけれどもお客さん見てみたらものすごい数だったでしょうで、ね、業種はこれだけってわけじゃない、はい、だから業務効率だけじゃない DX って結局ねビジネスの根幹に関わる部分の DX だ それがあれだけの業種、お客さんということは、どの業種もこの DX 化を進めないと、CX に関する DX 化を進めないと、もう生き残れないってことなの、IR、マーケットブレイクスルー次回もお楽しみにこの番組は、SBI 証券の提供でお送りしました。